ニコン Z52VS Z9 連射成功率対決鉄道編。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。ニコン Z52 の発売を発表したニコン公式プレスリリースには、 Z9 同等の被写体検出や優れた AF 性能実現と書かれています。 Z9 や Z8 と同じ画像処理エンジンエクスピード7を積んでいるので、同等の被写体検出が行えると思いますが、実際に AF がピタリと合唱するのか。ニッコール Z7200mmF2.8VRS を使って近所の京王線で調べてみました。それではLet's get started。チャンネル。 Z52 の画像処理エンジンが電子的に動体の動きを捉えて AF の計算をしても、大きなレンズと情報をやり取りしながら物理的にモーターの動きを制御して被写体に合唱し続けることができるのか。そのサイクルを行いながら秒間11個まで機械式シャッターを切り続けることができるのか。大きさも重さも値段も違う Z52 の連射性能をテストします。比較対象はフラッグシップ機 Z9 です。今回は夕方の撮影となってしまったので、電車に影が落ちていたり近づく時と遠ざかる時で色合いが変わっていますが、高速連射の AF テストということでご了承ください。Z9 たすニッコール Z7200mmF2.8VRS 設定 105mm。 Z52 に合わせて高速連続撮影秒間12コマに設定しました。3D トラッキングの乗り物認識はオンにしたままロックオンしました。近づいてくる電車。緑色の枠が形を変えているのは被写体認識が効いているからです。正面から電車の前面を捉えるのは簡単なようです。近づく電車15コマは全てガチピンでした。遠ざかっていく電車、電車の背面を捉えるまでには少しラグがあります。
遠ざかる電車もすべてガチピンでした。他の編成の電車も含めて全部で112コマ撮影しました。撮影した112コマのうち112コマすべてがガチピンだったので連射成功率は 100% です。長チャンネル Z52 たすニッコール Z70-200mmF2.8VRS 設定 70mmFX 換算 105mm Z52 は電子シャッターを使うとローリングシャッター歪みが発生するのでメカニカルシャッターで最高の秒間11コマの拡張高速連射に設定しました。 3D トラッキングの乗り物認識はオンにしたままロックオンしました。近づいてくる電車 Z9 と比べると緑色の枠の形の変化は少ないようでしたが前面からは外れていません。近づく電車15コマはすべてガチピンでした。遠ざかっていく電車 Z9 と同様に電車の背面を捉えるまでには少しラグがあります。遠ざかる電車15コマもすべてガチピンでした。他の編成の電車も含めて全部で200コマ撮影しました。撮影した200コマのうち200コマすべてガチピンだったので連射成功率は 100% です。高速連射時の AF 性能はメカニカルシャッターなど機械的な部分も関与するので映像処理エンジンが最新だからといってもエントリーモデルでは
性能に差がつくと思っていました。いい意味で意外な結果でした。胴体の連続撮影においては上位機種と同等の優れた性能を発揮しました。ニコン Z52 は Z マウントカメラの中で最もコストパフォーマンスの良いカメラと言えるでしょう。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。